演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は本日のお昼はこちらのお店でいただきたいと思います。こちらが名物のマスナムですね。そして今煮込んでくれているところで、で収納にはこのようにいろんなものが入ってますね。これは確かスモークスサラダ、草漬け、カラフ名物に入っているんですね。牛肩ひくりですね。牛肩ひくり、馬肩ひくりですね。牛肉、これは馬肉の先だっけ、まあ、食べれば分かってくるんで、では雨が嫌がるまでの間、こちらで時間を経しましょう。で時間を経るのがおかしいですね。こっちは真剣なお料理なんです。ではいただきます。サラダと浅漬けはお野菜がシャキシャキでとても美味しかったです。明太子もピリッとキシリで美味しかったです。生の明太子は初めてなのでまた良かったです。で、スモツの方はプリプリとした歯ごたえとした歯応えがあり、またモツの新しい一味を生み出したね。歯もつってあんまり食べてない。で、うまいただきは、うまいって初めて食べたんですけど結構弾力があって美味しかったですね。今食べているようなお肉はめちゃめちゃありました。で、そうこうしているうちにモツ鍋が見えたようです。こちらも食べていきたいと思います。このお店のおすすめは味噌味ということですので、今回それにしていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。